皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、タレントのビートたけし77が21日放送のテレビ朝日系ビートたけしのテレビタックル毎週日曜正午に出演。活動休止を発表したダウンタウン松本人志60の騒動について記者会見やるべきだよと言及した。動画 東国原英夫、B とたけしの松本報道への言及を紹介、8時50分ごろから「週刊文春」の報道で飲み会に参加したと指摘された田村健次が、飲み会があったのは事実としながら、3000円で口止めをしたという点は、終電がなくなり、これぐらいあれば帰れるよね、のタクシー代だったと言及。 田村の当該発言が VTR で放映されたことから、たけしは、せこいよ。三千円とか二千円とか、ふざけんなよな、とばっさりと切り捨てた。さらに、自分は、団体で遊んだことなんかないもん。素人の人をそんなに呼んで、飲んだ、交通費二千円とか三千円とかって、それがせこいよ。それで、報道で、やられたら、 記者会見すぐやるべきだよ。そういうことしました。って言えばいいんだよ。お笑いなんだから。と呼びかけた。阿川沢子が、でも、松本、本人は、事実無根です。と言っている。と触れると、たけしは、裁判に勝ったとしても、何千万円も請求しても、実際の支払額は、200万ちょっとだろ。 隣にいた東国原英夫に向けながら文春側は裁判やって加藤が負けようが雑誌が売れちゃえばいいんだからと語気を強めた松本が活動休止という判断を選んだことについても今はもうコンプライアンスだなんだって言うけどスポンサーの方に出すなってくるから実質的にやってられないんだよそうすると YouTube の方でやるしかないんだよと理解を示した。松本をめぐっては昨年12月26日配信の「文春オンライン」27日発売の「週刊文春」で2015年に松本とスピードワゴン小沢和孝らが飲み会を開き女性に性的な行為を迫ったなどと伝えた。これに対し吉本興業は 当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです。法的措置を検討していく予定です。などと声明を発し、文春側は、記事には自信があるとしていた。また、吉本興業は8日、松本が裁判に注力するため活動を休止することを発表。 このまま芸能活動を継続すれば、さらに多くの関係者や共演者の皆様に多大なご迷惑とご負担をおかけすることになる一方で、裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうため、当面の間活動を休止したい胸の強い意志が示されたことから、当社としましても様々な事情を考慮し、 本人の意思を尊重することといたしましたとしているどこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください